ははい皆さんこんこにちは村長です今日のタイトルというのは「2023年音楽副業を YouTube で成功させる秘訣というようなタイトルでお話をしていきたいと思っています。皆さんは音楽をちょっとでもお小遣い儲けになればいいかなそんなことにはチャレンジしていますか例えばオオーディオストックとか iTunes とかそういうところにも楽曲提供をですねしてみたりとかいろんなチャレンジをしてる方もおられると思いますなんとかうまくいきたいと思いつつもですねそう簡単にうまくはいかないものですたくさんの楽曲を作る割にはですねコストとリターンがあまり均衡が取れないという人が案外多いのではないでしょうか僕は今 youtube ということに着目していますけれどももちろんオーディオストックもやっています youtube というのは今月はこの楽曲で1000円のリターンがあったとします間違いなく来月は800円になるかもしれないけれどもいくらかの収益は見込めるんです今1000円といった単位 自分の単位もっと大きい人ももっと小さい人もいっぱいあると思うんですけれどもそのラインが1回でも収益化に引っかかれば絶対に次の月には売上が上がるということです500円かもわかりません200円かもわかりませんが絶対に上がりますでも楽曲配信サービスの方では必ずというのはなかなか難しいです もちろんメジャーアーティストさんのようにもう来月の売り上げがある程度見込めてるそういうのはいいですけれども週末ミュージシャンの場合は「あ今週は売れた」とか「今月は売れた」それも「2曲売れた」「3曲売れた」そういう単位だと思うんですよね。ですから「来月」というのには特にその楽曲に対しては保証がありませんが。 YouTube は保証があるというか仕組み上嫌でもそうなりますですから僕は今 YouTube に力を入れるようになったのですオーディオストックもかなりの数をアップした時もありますがでも今はそんな感じなんですそんな中で YouTube って簡単にはなかなか伸びません伸びている人もいるし全く伸びない人もいます チャンネル登録がまず100人というのをいかない人がどれだけ多いかということともっと YouTube 全体というお話をしますと前回の YouTube 学校でもお話ししたんですけれども投稿している全体とかいうとですね実際 YouTube を見てもらえていない人もしくは自分だけが見てる人 家族だけが見た人、そういう人は99%いるというふうなことを統計上研究した方もおられます。そんな難しいものなんです。でも自分のお友達を見たときにバズるというところまで行かなくっても、自分は20、30というような数しか見てもらえないのに、1000、2000見てもらえている友達もいてると思うんですね。 そもそも何が違うのかということです一言で言ってしまえばもちろんファンの数が違うということがあるんですけれども楽曲のクオリティとかでないことは事実です伸びている人の動画を見てくださいそんなに自分たちと大差があるわけでもないですしそれを言ってしまえばもうメジャーミュージシャンの曲もそうですが細かく言えば もうこういう微妙なところがすごいとかいうことはありますがですねアマチュアミュージシャンで、まあ、何年か DTM をやっているような人の楽曲であればデビューまでいけるぐらいの素晴らしい曲もたまにはできる時もあるわけですけれどもそういうものではないということですね。そしててよくの指南動画とととかを見てるとサムネイイルルやタイトはは重要とは言うけれども それ以前にしないといけないいいととけこがありますそもそもですねチャンネルをはやらすということが大事ですよねケーキ屋さんを例えてみてください新しいケーキ屋さんをオープンします新聞広告をしたりそして駅でチラシを巻いたりとか知ってもらわないと そもそもサムネイルとかタイトルで引っ張ってくるということは大事なんですけれどもそれ以前に普通ケーキ屋さんをしたらある程度はですね計画とといううのを立てると思うんですねその計画に基づいてチラシを作ろうとかいろいろやるわけですけれどもそうしないと難しいということをそもそも理解しているかということが重要なポイントになります。この 新しい YouTube チャンネルは何に特化して他のチャンネルとどう違うのかこれができないと10年前の YouTube とは違ってですね音楽のチャンネルというのは今 YouTube のカテゴリーで一番多いらしいですそんな中で何の特徴もないというチャンネルが伸びるはずはないですけれども分かっていても自分は ギターがとっても上手だ。プロの人とも共演したことがあるピアノもずっと子供の頃からやっていてオンラインも出てピアノの先生もしてるそういうようなことが本当に特徴になるかということです冷静に考えてみてください自分より上の人何千人いますか何万人いますか僕は通常のテクニックで言えば そういううい次元だと思うんですねですから楽曲テーマってよく言われますけれどもジャンルっていう言い方もしますけれどもジャズが得意だとか僕はゲーム音のピコピコ音をするのが得意なんだとかそういうようなことはありますがだからやろうと思うんですがだからやろうの前によく考えてください。それで本当に差別化になってるでしょうか あまり自分の方に欲目で見たらダメです。第三者的に見たときに本当にあなたがそれで差別化と言えるようなほどすごいかということです。無名から有名になる。誰にでも無名の時代はあったはずです。でも YouTube ということで言えば有名人であったりとか芸能人であったりが最近どんどん この23年コロナ禍になってから参入しているそういうプロフェッショナルというのがいますそういう人は最初から有名人ですそういう人とは我々は違うのでですね技術勝負ではそう簡単には差別化というのは無理なんですじゃあ YouTube を始めますと考えた時に今言ったような差別化とか何をするか ととといいいいうことを考えないといけなけけんですけれども先ほどの話のようにケーキ屋さんだったらケーキ屋さんを建てないといけませんよね。その時には和風的なイメージにするのか映えるような可愛いいケーキ屋さんにするのかそうじゃなくて高級で味で勝負するのか最初考えるじゃないですか。そんなふうに。 会社を設立するほどにどんなキャラでやっていこうと考えたことはありますかとにかく1本目2本目を上げてからそういうことは後から考えようとしていませんかこれは皆さんに言ってるだけではなく僕自身も失敗したところもあると思うんですねそこってかなり重要ですなぜかというと YouTube の出会いというのは一期一会です あなたの今日出したその動画というのを見てくれる人はですね基本的には初めての方それが多いわけです友達というのは特別な関係ですでも普通は何も知らないで初めて YouTube のおすすめに載ったからあなたのところを見に来たとしますよねそうした時にキャラクターがかっこよくない まあ、顔はすげえ変えられませんので僕が言ってる例えばビジュアルキャラというのは顔の話ではありません全体的な YouTube チャンネルのイメージであったりとかそして話し方にもキャラがありますよね僕なんかはゆっくりでそして声はあまり良くありません自分のことをよく知ってないとダメですよね話もつまりつまりだったんですがそれは編集で カバーしています多分僕の動画はほとんど「あ」とか「う」とかは今はありませんが何年か前の動画を見てくださいそれの連発です言い直したりそんなことばっかりしていますがちゃんと編集はしていませんその時期に見た人はどうでしょうえ話減っただなそんな風に絶対感じてそしてもう二度と見てくれなくなった 可能性も十分にありますそしてもちろん動画自身のキャラクターですそれは解説動画だったら DTM の画面を見せてお話しするとかもしくは僕が今日やってるようにこういう資料を見せてお話しするそういうチャンネルもあったりすると思うんですけれどもその内容ですね 単純に喋ってるのがめっちゃ元気でですね「はーい皆さんここわかりましたか?」みたいなノリで元気よく話しできる人はそれは話がうまいから話だけでも成り立つと思うんですけれどもまあ一般人の我々はですね漫才師ほどの話はできませんから例えば村長の動画は資料があるからわかりやすい。 スクショ取ってでも残しておこうとかですねそういうコンテンツのキャラクターってあると思うんですねそれ自身も考えてスタートしないとですね初めて出会った人はダメだと思ったら二度と来てくれないこれをちょっと力が入ってしまいましたがとても重要に考える必要がありますやり直しは聞きそうで聞かないということを 思って真剣に伸ばしたいなら取り組まないといけないということです関連はしますがなぜ視聴者はチャンネルリピーターになる2回目3回目見てくれるようになるんでしょうか視聴者には大きく分けてまあ、僕の音楽という業界に狭めてしまうことになるかもわかりませんが いわゆる自分と同じように音楽を志していて、そして何かの参考にしたい、いわゆる DTM のわからないとこを知りたいとか、ギターの弾き方が上手な人の動画を見たいとか、そういう解説とかテクニックというチャンネルもありますし、音楽の楽曲を流しているヒーリング音楽、BGM、そういうのをやってる人のリピーターという人は、好きな楽器、 そういういのがあってですねバイオリンの音が好きだから技術もなかなかいいしバイオリン曲を聴きたいとかいうようなそういう人もいるだろうし透き通るような声のボーカルが好きだとかここ今話した時にカバー曲の話を僕はしませんでしたよね。 カバー曲というのはこの YouTube で成功させる秘訣というのではかなり難しい分類になりますアクセスは多くなる可能性があります例えばクリスマスの時に山下達郎さんのクリスマスイブあんな曲なんかをいいタイミングで出したりしたらそれなりの数がバーンとバズるというかですねいつもなら 100人ぐらいしか見てくれない人が23,000人の閲覧がある場合がありますがそれは特殊な期間であり特殊な場合ですメジャーアーティストさんのカバー曲というのは仮に収益化まで持っていけたとしても数分の1の収益にしかなりませんやはり自分の曲でヒットさせるということが大事なんですね それには先ほどから言ってますように技術だけではなく僕は演奏もそんなに上手じゃないのにものすごく流行ってるチャンネルさんも知っていますそういう方もおられますただしそれは80点なり70点なりという合格ラインという最低限のスキルというのは大事だと思いますが このようにして危機戦のリピーターになってくれるとは言うけれどもですねいつも同じように継続していくのは難しいですよねこの継続は難しいと書いていますけれども難しいですいつもそんなに喜んでいただくというのはですねファンという状況になってからです見つけてもらうリピーターファンという 大きく分けけて3段階があると思うんですけれども、この危機戦リピーターを視聴者としてターゲットにするならば新規の閲覧者が見てくれる戦略を立てないといけないということですそれは楽曲をいつもいつもいいようにというのは現実はできませんプロでもヒット曲は100曲に1曲だと言われていますサムネイルや検索に引っかかる、 いわゆるタイトルとかハッシュタグとか検索してもらえるようなそういう工夫が必要です先ほども言いましたようにクリスマスシーズンになったらタイトルの中には「クリスマス」という言葉がないとですねいくらサムネが大事だと言ってもサムネでは検索ができませんのでですねテキストベースで検索をするわけですから引っかかる言葉を入れないといけませんし 興味を引くような検索用語がいります。興味を引くような検索ワードのことを訴求ワードとも言いますが、絶対聞いてほしいとかですね、癒し最高とかいうような、そういう訴求のワード、プラスこんな曲聞いてみたいな優しい曲、ヒーリング曲とか、BGM にできる曲とか、そういうキーワードをしっかり埋め込む必要が出てくるわけです。 僕がよく勉強したりご紹介したりする YouTube マスター D さんというチャンネルがあります YouTube 指南のチャンネルとしてはトップクラスだと思うんですけれどもその方の動画に投稿した動画がクリックがされないということが続くと再生回数が伸びにくくなるいくら YouTube 初心者でも何十とか何百とか程度は必ずおすすめに載せてくれるようになっています でもその時にサムネイルが悪くてもしくはタイトルが良くなくってクリックしてくれなかったら YouTube の AI はあこのチャンネルいくら紹介してあげてもあまり良くないチャンネルなんだと興味を引かないチャンネルだというふうな判断をしてしまってどん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 そのチャンネルは陳腐化していくというかかそってくるように YouTube の仕組み自身がそう作られているということを理解する必要があるわけです今日のように僕の解説テーマの柱というのはさほどたくさんはありません成功させる秘訣なんて言っても10も20も今日はお話ししたわけではないですけれども こんな少しの要素だけでも戦略ということが大事なのに何も考えないで流行るはずがありませんもう一度位置に帰ってですね何を目的にどんな人にどのようなコンテンツを伝えたいのかまずその骨組みだけでもしっかり考えるべきですいやそれは考えてるんだよといつもこうやってこうやってこうやってやるんだよと それは全く戦略にははなっていませんそれは皆さんの願望なんですね。願望で成功するぐらいならみんな思った人は必ず成功するということです。願望で成功することは絶対ないですのでやはり緻密な準備をして戦略をしてそしてまずやってみたならばそれを分析して修正してまた次にチャレンジする。 このルーティングができない人は動画を上げたのにチャンネルアナリックスというのも見たことがないとかですね何時ぐらいに見てくれてるのかわかるわけなのにそれも見ていない人が YouTube 流行らせたいなうまくいったら収益化にならないかな天人はどうしたら超えるんだろうそんなの考えてる時間がもったいないです そんなことを考えたところで慰め程度にはなったとしても何の解決にもならないので必ず今日お話ししたいようなことを一つずつでいいです一気にしようと思ったら難しいですので一つずつだけでも潰していって自分の YouTube チャンネルに役立ててほしいと思いますどうすれば知ってもらえるかそしてリピーターになってもらえる要素は 誰に向けて発信するのか。音楽家に見てもらいたいのか、聴いてもらいたいのか。一般視聴者向けのチャンネルなのか。まだまだこんな二つの要素だけでは、とっても伸ばせるというところまでは難しいですので、これからも継続して研究していきましょう。村長スタジオでした。